こんにちは、こんばんは。黒猫のウコンです。キネコのサコンだぜ。ウプ主のサキクマです。さて、今回はフランス国王アンリ4世の母、ナバラ女王ジャンヌ3世です。リクエストもありがとうございました。かなり遅くなってすみません。やはり女王は皆濃い人生送っていらっしゃる。アンリ4世が国王としては有能やったんは、このママンの影響があったのかもしれんな。お互いに思い合い、愛し合っていた夫婦。しかし王位という枷が二人を引き裂いてゆきます。そして夫との確執に苦しむ彼女の背後に、恐ろしい宗教戦争が迫っていました。彼女を襲う陰謀の数々、国威の王妃の影。それでも、ユグノーのために立ち向かった女王。ジャンヌ3世のお話です。ジャンヌ3世ことジャンヌ・ダルブレは、1528年11月16日、フランス王国サンジェルマン・アーレ城で生まれました。父はナバラ王エンリケ2世。母はフランス国王フランソワ1世の姉、マルグリット・ド・ダングレイム。ジャンヌは一人娘です。ナバラ王国には、女性の王位継承を禁止するサリカ法が存在しないため、彼女が正式な後継者でした。ナバラ王国は、フランスとスペインに隣接していた小さな国家です。この時代にはスペインの影響下にありましたが、独立性と自治は保っていました。次期女王のジャンヌには多くの求婚者が現れ、ジャンヌが12歳の時に、25歳のユーリヒ・クレイフェベルク公、ヴィルヘルム5世との結婚が決まりました。早い。ちなみに彼はヘンリー8世の4人目の妃、アン・オブ・クレイブズの弟だよ。お前姉ちゃんに恥かかせおって。そんなところから言われましても、なんでわしまで。その後30歳年下の少女と再婚したジャロガイ。ジャンヌはこの結婚を嫌がりました。とにかく彼が嫌いだったようで、めちゃくちゃ抵抗し、それはもう嫌がりました。全力で嫌がりました。結婚式当日も、家族は嫌がるジャンヌを無理やり教会に引きずっていったのですが、あまりにもジャンヌが暴れるので、町の巡査の力を借りてなんとか彼女を運んだそうです。ジャンヌは教会で、泣く泣く結婚の同意書にサインさせられました。ですが彼女は参列者の前で、クレイブ公爵と私との間の契約は、私の意思に反しています。私はこれに一度も同意したことがないし、今後も同意するつもりはありません。と、毅然とした態度で宣言したのです。いや、12歳でこれとは、お強い。そしてその夜ジャンヌは、突然神経衰弱に見舞われ倒れてしまいます。そのため、初夜は行われませんでした。当時は、初夜を完遂させなければ結婚したとは認められず、二人の正式な結婚は先延ばしとなったのです。あれ？どうしたのかな？心配だね。ああ、気分悪いなら仕方ないね。これは仕方ないな。仕方ない。その後もジャンヌは徹底的に夫を拒絶し、絶対に初夜を成立させませんでした。これには夫も両親も困り果てますが、フランスにある姉の領土がドイツに渡ることを憂慮し、この結婚に難色を示していたジャンヌの叔父、フランソワ1世の働きかけもあり、挙式から2ヶ月も経たずに、この結婚は無効と宣言されたのです。よっしゃー。いや、12歳でこの根性、あっぱれでございます。お強い。そのすぐ後、ジャンヌの母とフランソワ1世は、フランソワ1世の三男シャルルと、ジャンヌを結婚させようとしましたが、シャルルは、1545年9月に早世してしまいます。ジャンヌは気が強く、とにかく融通が利かない姫様だったようで、その後も、結婚の話を拒否し続けました。1547年、フランソワ1世が崩御し、息子のアンリ2世が即位します。アンリ2世の王妃は、トスカーナ大公メディチ家の娘、カトリーヌ・ド・メディシス。ジャンヌは彼女のことを、よく思ってはいませんでした。多くの貴族たち同様、商人の家系の娘がフランス王妃になったということに、強い抵抗感を持っていたのです。1548年、20歳のジャンヌのもとに、ブルボン家の、ヴァンドーム公アントワーヌとの縁談話が来ました。ブルボン家は、フランス国王ルイ9世の6男、ロベールの家系です。アントワーヌは30歳。今回も10歳年上の男性との政略結婚。ジャンヌは抵抗するかと思いきや、彼と会った途端、ジャンヌはたちまち恋に落ちてしまいます。なんで？アントワーヌは背の高いたくましい男性で、輝く青い瞳の美男子でした。アントワーヌも、美しく洗練されたジャンヌに夢中になります。結婚式当日も、二
二人はお互いのことしか見えていないようで、終始幸せそうに笑い合っていました。披露宴に招待されたフランス国王アンリ二世は、ジェンヌほど幸福な花嫁を見たことがないと、語っていたそうです。あんたが言うな。二人はナバラ王国で生活を始めました。アントワーヌはジェンヌに、私は、世の夫たちとは比べ物にならないほどの強い愛で、君を愛している。などという熱烈なラブレターの数々を送っております。ジェンヌも、彼と語り合ったり、周囲に彼について話したり、彼に手紙を書いたりすること以上に楽しいことなんてないの。と、友人に語っていたそうです。ジェンヌは1551年に長男を産みましたが、その子は生後すぐに亡くなってしまいました。アントワーヌは自分のことよりも、嘆き悲しむ妻を最優先にして、ずっと彼女に寄り添い、慰めていたと言います。浄化されとる。こういうのもっと兄弟いつもえげつないからね。その後ジェンヌは再び妊娠。そして1553年12月13日に、後のアンリ4世が誕生しました。アントワーヌは子煩悩な父親で、アンリをとても可愛がったそうです。1555年に、ジェンヌの父エンリケ2世が崩御しました。ジェンヌは27歳で、ジェンヌ3世としてナバラ女王に即位します。夫アントワーヌも、共同君主としてナバラ王となりました。ちなみにフランシスコ・ザビエルは、ナバラ王国出身だよ。ザビエルさーん。今頭見たよね。絶対頭チラ見したよね。いや実際の彼はこの頭じゃないから、これ想像図だから。ジェンヌは即位した後、カトリックからユグノーに改宗します。アントワーヌも妻に習い、ユグノーに改宗していました。ナバラ王国はカトリックの国でしたが、ジェンヌは徹底した宗教政策を推し進め、ナバラ王国からカトリックを排除したのです。なんでまた急に、わからん。カトリックであるスペインの影響下から、抜け出すためのものか、または彼女の感性、宗教的信念が、ユグノー側に近かったのか。ジェンヌは1555年に三男ルイ、1556年に長女マドレーヌを出産。ですがどちらも、生まれてすぐに亡くなってしまいました。この時もアントワーヌは、妻の支えとなっていたそうです。1559年には次女カトリーヌが生まれ、無事に成長して行きました。しかし1556年頃には、夫婦の間にとある問題が生じていたのです。アントワーヌは名目上ナバラ王ではありましたが、国政の権限はジェンヌしか持っておらず、政治に口出ししようとしても、彼には何の決定権もなかったのです。臣下たちにとって、国王はジェンヌのみ。彼らはジェンヌだけに忠誠を誓い、アントワーヌを妻の夫としか、みなしていませんでした。アントワーヌは常に女王の夫という、おまけのような扱いを受け続け、そのプライドを深く傷つけられます。男としては辛いねえ。これはちょっと同情するわ。進化ももちょっと旦那に気を使って。いいよ、アントワープの旦那、この国の大将。あんたがいないと女王陛下は力が発揮できないよ。この国を支えてるのは旦那ですから。いいよ、影の皇帝。とか持ち上げてやってたらよかったのに、やだわそんな進化たち。アントワーヌは、フランス宮廷で自身の地位を築こうと、フランスに拠点を移し、長期間ナバラを留守にするようになります。ジェンヌは一人、玉座に残されました。しかし彼女は器用な姿など見せず、毅然とした態度で国政を担って行きます。1559年、アンリ2世が崩御し、王太子のフランソワ2世が即位します。しかしフランソワ2世も、翌年に病により崩御。1560年、弟のシャルル9世が即位しました。するとアントワーヌが、王国総代官に任命されます。アントワーヌは国王の摂政の座を狙っていましたが、そこはシャルル9世の母、カトリーヌ・ド・メディシスが君臨していたのです。ジェンヌは夫に宮廷に呼ばれ、子供たちと共にフランスに向かいました。この頃フランスでは、カトリックとユグノーの二つの勢力が対立していました。宮廷内でも、両方の陣営による熾烈な主導権争いが起こっていたのです。そしてこの問題は、ジェンヌ夫婦に決定的な亀裂を生みました。シャルル9世はカトリックだったため、国王の信頼を得たいアントワーヌは、ジェンヌに無断で、カトリックに再改宗してしまったのです。宮廷はカトリックの盟主、ギーズ公フランソワによる勢力が支配していました。そしてコンデ公アンリ、コリニー提督のユグノー陣営と激しく対立していたのです。
シャルル9世は愛称がユグノーだったため、その影響でユグノーに寛容でした。そしてコリニー提督はシャルル9世に慕われ、宮廷でその地位を高めていたのです。ジェンヌはフランス宮廷でも、ユグノーの教義を守っていました。ギーズ公は、ジェンヌがカトリックのミサへの出席を拒否すると、身の危険を感じるほど、執拗にジェンヌを脅迫します。しかしジェンヌはこれに屈することなく、ユグノーの信仰を貫きました。王太后カトリーヌはジェンヌに、夫に従いカトリックに戻るよう言いますが、ジェンヌは自分の信仰を堅持し、教義を放棄することを断固として拒否しました。ですがアントワーヌは、息子アンリをカトリックの教育で育てようとし、息子をユグノーとして育てたいジェンヌと、激しい対立を起こします。さらにアントワーヌはフランスで愛称を作り、子供までも受けていました。それを知ったジェンヌは深く傷つき、子供たちを連れて、ナバラに帰国してしまうのです。アントワーヌ貴様ー、結局浮気すんのか貴様ー。いつもこうやねん、絶対最後には浮気しよるねん。ちょっと同情した気持ちを返せや貴様ー。愛称作った途端厳しいな。クソだよ。相手はルイーズ・ド・ラ・ベローテールと言って、カトリーヌ・ド・メディシスの次女だったそうだ。なんでそこに行く？アントワーヌがカトリックに改宗したのって、ああハマったかー、ハムトラにハマっちゃったかー、巧妙な罠にホイホイされたかー。カトリーヌの次女だからって全員スパイやハムトラ要員というわけじゃないからな。つか信仰って女次第でコロコロ変わるんや。すげーな。イエスさん泣いちゃうね。つかアホやの。聞いてた？ねえ人の話聞いてた？1562年3月、フランスを揺るがす大事件が勃発します。ギーズ公フランソワと彼の軍隊が、自身の領地でミサを行ったユグノーたち100人余りを、虐殺したのです。これが発端となり、カトリック陣営、ユグノー陣営、それぞれの貴族が挙兵。ユグノー戦争と呼ばれる戦いが始まります。アントワーヌも、カトリック軍を率いて前線で戦いますが、ルーアン包囲戦で致命傷を負いました。ジェンヌはフランスに戻り夫を懸命に看病します。しかしアントワーヌはすでに、危険な状態にありました。ジェンヌは夫の愛称ルイーズを呼び寄せてやり、最後に、二人を会わせてあげたと言います。1562年11月17日、アントワーヌは44歳で逝去しました。息子アンリは次期ナバラ王と共に、ブルボン家当主となります。ナバラ王国は中立の立場を取り、両者の戦争には介入しませんでした。しかし各国は、ナバラ王国をカトリックに戻すことを画策し始めます。カトリック教国のスペイン国王フェリペ2世は、自身の娘と、アンリとの結婚をジェンヌに提案しますが、スペインに取り込まれることを警戒したジェンヌは、この話を断りました。さらにジェンヌは、ユグノーを国教としたことでローマ教皇とも対立するようになります。1564年、教皇ピウス4世の特使がナバラ王国に訪れ、ジェンヌにカトリックに戻るよう求めました。特使はまるで脅迫するかのような、高圧的な態度だったと言います。これに対しジェンヌは、特使に向かい、ここナバル王国では、教皇特使の権限は認められていませんの。と、言い放ったのです。つまり、ああ、調子乗ってんなよ。ここは教皇庁じゃねえんだわ。ふざけた真似しててめえの命の保証がされてるとでも思っとんかいわれ。威圧がひどすぎる。ジェンヌのこの態度に憤慨した教皇は、彼女を異端の罪で破門し、財産を没収すると脅します。さらに、誰でも彼女の国を自由に征服してもいいと、公に宣言しました。教皇が、です。頭になんか湧いてます。いや、言い方。また、ジェンヌをスペイン異端審問所に引き渡すために、彼女を誘拐する計画まで立てていたのです。本当にクソ野郎です。気持ちはわかるけど言い方。しかし、これに激怒した人物がいました。カトリーヌ・ド・メディシスです。カトリーヌは教皇から、ナバラを攻撃するようそそのかす書簡を受け取ると、シャルル9世の名代として、正式に教皇庁に抗議しました。しかしこれは、ジェンヌのためではありません。この教皇庁のあからさまな干渉を、カトリーヌは許せなかったのです。何よりも、教皇の世辞への介入は容認できないと、強く意見しました。すみません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 。こうして、愚かな教皇の作戦は回避されました。ちなみにピウス4世は翌年に亡くなったそうだ。あ。違うからね。病死だから、自然死だから。抗議だけで教皇の命も削るとかすげえなカトリーヌ。多分違うと思う、多分。
ジャンヌは1565年頃、フランス宮廷に赴き、カトリーヌと会談します。カトリーヌは、あなたの子供たちにも会いたいわ、とジャンヌと親しげに話し、ジャンヌもカトリーヌに感謝の意を伝えました。カトリーヌは、ジャンヌが自分を商人の家系の娘と見下していることを知っており、彼女を嫌っていました。ジャンヌも、フランスの王妃としてふさわしくない血統のカトリーヌを嫌っています。しかし両者とも、表向きには和やかに会談します。カトリーヌはナバラがカトリック国家に戻るよう、ジャンヌを懐柔しようとし、ジャンヌはなんとかことを荒立てずに、ナバラの国境を守ろうとしました。穏やかな会談のテーブルの下では、二人の女帝による、冷たい攻防戦が繰り広げられていたのです。1568年、休止状態にあったユグノー戦争が再開されました。ジャンヌは今度こそ大義を貫くため、フランスのユグノーたちを支援することを決意します。1569年3月に、ユグノー陣営の主要だったコンデコーが亡くなると、ジャンヌが、ユグノーの代表者となります。ジャンヌは同じプロテスタント国家との同盟を促進し、彼らからの支持と援助を求めました。そして彼女の要請に応えてくれた、イングランド女王エリザベス1世から、多額の資金を得ることができたのです。さすがエリザベス。まあこれは、カトリックとプロテスタントの代理戦争だったからな。ちなみにカトリック陣営には、フェリペ2世が援助したそうだよ。この二人いつもやり合ってんな。かかってこいよなー。彼女は戦いの前線には出ませんでしたが、人々を助け、後方支援を徹底しました。また自身の宝石や家財を売り、避難してきた多くのユグノー難民を支援します。劣勢の中、ユグノー陣営は持ちこたえましたが、1569年3月16日のジャルナックの戦いで、ユグノー軍は敗北。1570年8月に、両陣営による平和条約が締結されました。1572年2月14日、ジャンヌはカトリーヌからの招待を受け、娘を連れてシュノンソー城へ向かいます。そしてそこで、とんでもない提案を聞かされました。それはジャンヌの息子アンリと、カトリーヌの娘マルグリットの結婚の提案でした。ジャンヌは拒否しますが、カトリーヌは、ユグノーのアンリとカトリックのマルグリットが婚姻を結ぶことで、両陣営が平和の道を進むことになるのだと、ジャンヌを説得しました。また、現在ユグノーの貴族が宮廷で高位職に就くことは禁止されていましたが、カトリーヌはそれを撤廃し、ユグノーの貴族の権利を保障すること、そしてマルグリットをユグノーに回収させることを、ジャンヌに約束したのです。ジャンヌは、カトリーヌに対する不信感を拭えずにいましたが、ユグノーの未来、そして仲間たちのためにも、この話を受けるしかありませんでした。ジャンヌはシュノンソーの雰囲気を、腐敗していてとても邪悪だと、息子への手紙で語っていました。神の特別な介入がなければ、決して逃げることはできないと。1572年6月4日、結婚式の2ヶ月前、ジャンヌはパリにやってきて、結婚式に向けての準備に入りました。しかし彼女を見た人々は、明らかに彼女の体調が悪くなっていたのを、感じたと言います。ジャンヌは外出から戻ると熱を出し、そのまま倒れてしまいました。彼女は高熱に苦しみ、そしてその5日後の、1572年6月9日、ジャンヌ3世は、44歳で崩御しました。この2ヶ月後に起こる悲劇の前に、あまりにも都合よく訪れたジャンヌの突然の死は、多くの憶測を呼びます。カトリーヌによる毒殺ではないかという噂も流れました。ユグノーへの回収を拒否したマルグリットの態度に、不満を持ったジャンヌが、この結婚を撤回する動きを見せていたことで、カトリーヌが、ジャンヌを消したのではないかと。1972年8月18日、アンリはマルグリットと結婚しました。そしてその6日後の8月24日、サンバルテルミーの惨劇が始まるのです。その一瞬の先にある夜明けを信じ、仲間のため、己の信じたたった一つの信仰のため、戦った一人の女王。しかしその道半ばで、彼女は倒れました。フランスを飲み込む、悪夢の幕開け。多くのユグノーたちの命を奪った狂気の夜。数十年もの間、長く続くその闇。しかしその夜を終わらせたのは、他ならない。彼女が産み育てた息子だったのです。
ジェンヌの死因は自然死だという話もあり、毒殺だというはっきりとした証拠はない。彼女はナバラ王国ではなく、フランスの教会の、夫の隣に埋葬されてしまった。そのため、フランス革命の際にジェンヌの墓は破壊され、彼女の遺体も失われたことで、詳しい死因を調べることは不可能になってしまったんだよ。なんでカトリーヌがジェンヌを暗殺するんよ。サンバルテルミーの虐殺がカトリーヌの計画なら、結婚が中止になれば、アンリの結婚式を餌にユグノーをパリに集めて、全員始末するという計画が破綻するからという説がある。だが実際は、サンバルテルミーの事件はギーズ公の息子が、単独でコリニー提督を狙ったもので、その後パニックに陥ったシャルル9世の命令によって、偶発的に起こったものだとも言われているし、カトリーヌがどこまで関わっていたかは謎なんだよ。もし、カトリーヌが全ての疑惑において無実なら、こんなに大量の冤罪を被せられてる女性も珍しいよね。あ、でもハニトラは事実だと思うで。がっつり引っかかったやつもおるし。あれは実に巧妙な罠だった。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。